つも動画をご覧いただきありがとうございます。新井俊樹です。ジュローマルさんです。どうもお邪魔しております。ジュローマルと申します。皆様こんにちは。いやまあ今日はね、はい、特別、まあ、緊急事態宣言も解かれましたので、そうですね、また何か2人で何かできないかなと思いまして、はい、今回は、はい、また新しい曲を作りまして、ね、前回アマビエね、はい、もうね、それがまず最初のコラボレーションといいますかね、コラボレーションを持ちかけて新井さんが来てくださった時にはまだアマビエという話はなかったんですけど、はいはい、その時にね、そうですよね、いろいろ、まあ、今回の事態で注目されている妖怪がいるということで、じゃあこれを託してそうですね、すごい素敵に歌ってくださいました。もうありがとうございます。いやでも結構パンパンと、うん、短いスパンで、うん、作っちゃいましたよね。作りましたね。まあ、なんかこういう時にしか作れないっていうのはなんか大事にしたいといつも思っていて、もちろんなんかずっと好きでいてくださったり歌ってくださったりすることもずっと願ってはいますけど、作る方としてはやっぱりその時その時のやっぱりタイミングってすごいあるように思うんですよね。でもそれが特にこのようにまあもう二度と会ってほしくないですけど、まあね、もうこうなかなか経験できないタイミングだったので、まあ、このアマビエとそれとね、今日はアマビコというもう一つ、そうそうそう前回アマビエの時は母の日に、はい、発表したんですよね。そうそう、うん、で今回はこのアマビコという曲はですね、うん、今日父の日に発表させていただきましたけども、うん、結構力強いですね。アマビエの時はすごく優しい感じの、うん、メロディー調と、うん、ね、なんていうかな、そういう歌っていてもすごく優しさに包まれる感じがするんですけども、なんかね、これ言ったらすごいジョロマーさんに怒られちゃうかもしれませんけどね、うん、すごいね、スーパーヒーローっぽいんですよね。スーパーヒーローっぽい、わかる、わかります。救世主っぽい感じの、そうですね、イメージがありましたね。なんかこう最初アマビエを作った後に直後に、うん、実はアマビコのなんていうの構想はあったんですけれども、うん、なんですけども、もっとね全然違うスタイルで作ろうとしてたんですよ。あ、そうなんですか。どんな感じで作ろうと思ったんですか。なんかすごいなんかこう、なんかこう屈強に耐えてこうなんかこう、あ、全然違う方向で、違うみたいな、もっとなんかこうシリアスな感じの曲にしようと思っていたんです。そうか、そのアマビエの、うん、まあ、直後にまあこれからシリーズもしていこうという話した時に、うん、やっぱりその時って結構まだ緊急事態宣言中で、うん、本当になんかね大変でしたもんね。もっとなんかこう世の中がこうジーンとしててですね、なんかその中でどうやってこれは復活していくんだろうかっていういろんな不安にまみれた中での発想だったんですけど、まあ実は新井さんに曲を渡す、アマビコの曲を渡す2日前にそれを全部捨てまして、いやなんかね、やっぱそれがさっき言ったようなその時じゃないとなんか書けないものがあるっていうのがあって、なんかここに来てね、自粛が解かれてまだまだ予断を許さないけれども、みんながすごくなんかね前向きな感じがすごく伝わるんですね。いろんななんかこう雰囲気を見て、なんかこう大変だけれどもみんながいろいろなことを工夫しながら生きていってる感じがあって、何もかもなんかダメだみたいな感じの中の雰囲気とちょっと違っているなってことを思ったので、うん、そのアマビエ直後に発想した曲ではちょっと違うんじゃないかなと思ったので、思い切ってもっとなんかこうまあもう本当に夢と希望みたいな歌の雰囲気ではあるんですけど、でも本当に今そんな感じ、なんかこう、分からないけれどもでもやるしかないじゃんみたいな、でなんかそうい こう前向きなものはね社会全体に僕はすごく感じるので、それで今回のような歌になりました。さてさて、はい、いやじゃああれですね、今後のこのシリーズってとっても楽しみなんですけど、これまあジロマルさんが作っていただくんで、うん、はい、すごいまあ無理はね、申し上げられないんですけども、でもまあやっぱりずっとね、なんかこのまだまだこの状況は収束が難しいと思うんですけども、なんかそれをずっと見届ける見守るシリーズみたいなものをなんか作っていけたらとはちょっと今なんとなく思っていますので、また今後ともどうぞよろしくお願いします。いや、こちらこそです。ではお楽しみください。アマビコです。どうぞ。